カメ目クヌマガメカチズガメ族に分類されるカメ。アメリカ合衆国固有主最大校鳥は20センチメートル未満。オスよりもメスの方が大型になる。背高は緑色で、甲板に黄色い網目状の反紋が入る。C 甲板には、トゲ状の盛り上がりが入り、第2、3、C 甲板で、最も発達する。もの族内では、キールは発達しない。 成長に伴い廃校の反紋やキールは消失する。頭部や獅子は暗緑色で黄色や暗黄色の縦縞が入る。目の後部にはやや大型の反紋があり、縦縞とつながり頸部へ伸びる。地図が目属内でも頭部は小型。主に河川に生息する。水性傾向が強いが、倒木や岩に登り日光浴を行うことも好む。植生は 動物食傾向の強い雑食で魚類、昆虫類,類、甲殻類、貝類を食べる。主に昆虫類を食べる。繁殖形態は乱生。開発による生息地の破壊や水質汚染等により生息数が減少している。生息地では保護され流通も規制されている。ペットとして飼育されることもあり日本にも輸入されていた。流通量は少なかった。 2006年に地図画目属がワシントン条約付属書3に掲載され、生息地であるアメリカ合衆国からの輸出が制限されたため、流通量はさらに激減した。ありがとうございます。